レオニド・アンドレーエフ、レオニド・アンドレーエフ、1919年9月12日は、20世紀初めのロシアの作家である。ロシア第一革命の紅葉とその後の反動の、時代に生きた知識人の苦悩を描き、当時、世界的に有名な作家となった。法律を学び、モスクワで、しばらく弁護士として働いた後、ジャーナリストとなった。当時の知識人の大半と同じく、 1905年の革命に同情的であり、ルースカやボーリア氏の有力な寄稿者であった。革命の失敗によって保守的な勢力に転じた。1917年の革命後はドイツ、フランス、フィンランドへ逃れ、フィンランドで没死した。日本では1906年に旅行を上田里氏が翻訳したのを皮切りに、1908年に双葉帝氏名が千腹行きを 翻訳。1909年になって、ノボりショムなどの翻訳家、ロシア文学者たちの手により、多くの作品が翻訳された。日本滞在中の中国の文学者ロジンも、翻訳小説集、生きがい小説集に3編のアンドレイエフの小説を収録した。夏目漱石も、小宮とヨタカと毒薬本で、アンドレイエフの小説の購読を行い、小説、それから、で、主人公に、 アンドレイエフの7刑人を読書する場面を描いた。日本文学特に大正期の文学に与えた影響は大きく、志賀直哉作品にも影響を与えたと言われる。大岡翔平、富永太郎中央公論者、1974年、P46、藤井下目島田 P259。ありがとうございます。